い、こんにちは、スプレアートでのめちゃんとメルちゃんです。ということで今ね、撮影したらね、カンボジアにいるの。カンボジアに話してたら、なんかね、本当に日本の人に初めて会ったね、こっち初めてで話してて、でベロちゃんレンタル3時間5万円って最後話してたじゃん。そしたら5万円でベロちゃんレンタルされました。ということで今からじゃあ美味しいマンゴーの見分け方をこっちにいる日本人の人に本当に直で教えてあげたいと思います。ね、レッツゴー。で今ね、はい、どれベロちゃんが選ぶマンゴーは、これです。いいね。ねえ、いや本当にね、まだ分かんないじゃん。そうだね。ちょっとじゃあ感想、ベロちゃんが、うんうんうん、ね、1時間3時間5万円でレンタルされて、本当に役に立ってるのかな。ちょっと、ね、もしかしたらまずいかもしれない。ベロちゃんが選んだマンゴーが美味しい、うん、じゃあどうぞ食べてみてください。美味しいです。美味しい、美味しい、本当に美味しい、本当に本当に美味しい。日本で食べないから比べようがないからね、ちょっと。美味しい？さすがメキシコ人の。美味しいです。まあでも5万円まで、5万円ベロちゃんに払うまではいかないかな。ああ。じゃあ見て見て。美味しい。こんな大きいの取ったね。いや本当にね、俺も食べたけどめっちゃ美味しい。美味しい、ね、とっても美味しいです。とっても美味しい、良かったです。良かったです。ということで楽しいと思ったりためになったなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントもよろしくお願いします。はい、アディオスアミゴス。ありがとう。